今日は久々に音符を読んでいく練習をしていこうかと思っております。今日は全部の楽器の人に向けて話をしていこうかと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、今日もね、冒頭に話しましたように、今日は久々に、音符を読んでいくようなトレーニングの練習の話をしていこうかなというふうに思っております。そして、まあね、もしかして初めて見られてる方とかもいらっしゃるかもわかんないですけど、まあこのね、チャンネル名ベースベースベースということでね、チャンネル名見ていただいたらわかるようにね、僕も自己紹介で話しましたように、ベーシストでもありますので、これまでね、たくさんベースが上手くなるような、本質的に上手くなるような話もたくさんしてきてます。と同時に、最近ですと、僕ジャズ屋でもありますのでね、ジャズにまつわる話をたくさんしてきております。で、今回ね、まあ譜面を読んでいく練習だということで最初に話しましたけど、どんな感じでやっていこうかというかと言いますと、今までベーシストもね、やっぱ指板の音を覚えて、まあいろいろコード譜で弾けるのがまあ一応近いゴールだとしても、やっぱり指板の音を覚えるとか、少しでもね、音符が読んでくれるような練習はしといた方が、明るくなっといた方がいいですよという考えのもと、まあいろいろ話してきたんですけど、今日はですね、これまでベースの方とちょっと違う切り口で話をしていこうかなというふうに思ってます。と言いますのは、まあ、単純明快なんですけども、ベースという楽器は非常に低い音を担当していますので、まあ、平音記号というふうなものを通常呼んでいくことが多いわけですよね。なんですけど、今日はトーン記号をやってみようかなというふうに思ってます。で、もちろんね、他の楽器の方とかね、まあ、僕のチャンネルは、多分ね、ベースの方か、まあ、ジャズとかアドリブとか、そういうものに興味がある人が主に見られてるんだと思うんですけども、まあ、全然ね、トーン記号は私は全然読むの力ありますよと、普通に読めるんやけど、ジャズのアドリブとか難しいから、まあ、見てるんですっていう人もいると思うんですよ。そういう人にとっては、非常に簡単な問題になると思うんですけども、中にはね、なかなかこう、読んでくのも大変だという人もいたりすると思うので、まあやっぱり音符を読んでいく、簡単な音符を読んでいくトレーニングというのは、やっぱりアドリブとかね、自由に、演奏できる状態が使う頭と、やっぱそれでも音がどういう風になってんのかとかっていうのは、やっぱりそこら辺も余裕を持って弾けるというのは、まあ大前提にあると思いますので、まあトーン記号を読んでいくというのは、やっぱり強いに越したことはないと思うんですよね。で、今回、まあトーン記号を出すんですけども、まあベースの方だとね、まあトーン記号ってあまり触れることないと思うんですけど、まあ平音記号を練習してる方がやっぱ多いと思うんですよ。まあそれ以外にタブ譜とかやってる人も多いかもわかんないですけど、ちなみにベースのね、リーディングの平音記号のやつも上出しておきます。ベーシストの方でもし興味がある人は見てみてください。で、まあいろいろ音符読むのに余裕ができてきたりとか、メロディーを読もうと思った時にやっぱトーン記号もね、多少読めた方が絶対いいかと思いますので、まあベーシストの人には、まあそういう意味でトーン記号にも今回少し慣れてもらおうかなというふうに思ってます。そして他の楽器の方には、まあ一応僕の考えの意図としてはいろいろあります。特にね、管楽器の方は例えば、B フラット管、テナーサックスだったりトランペットの方だったりとか B フラット管って言って、まあ B フラット風というものを通常読むことが多いと思うんですよね。もしくは、アルトサックスだったり、スト、E フラット管とかって、E フラット譜というふうなものを読むことが多いです。まあ、他にもあるかもなんですけど、大きくこの3つの、まあ、イン C、イン B フラット、イン E フラットっていう譜面で、用意されることが多いと思うんですよ。まあ、ベースの方だとね、知らない人もいるかもわかんないですけど、管楽器の中ではよく、そういうのはよくあることとして捉えられてます。で、もちろん、例えばビッグバンドだったりとか、パート譜だったりとかっていうのが、ですと、まあ、各々の楽器に合わせた E フラット譜だったり B フラット譜っていうものが用意されている場合が多いんですけども、例えば、こう、まあ、セッション行った時だったりとか、まあ、スタンダードブックがね、ある時だったりすると、もちろん本も E フラット譜、B フラット譜っていうのがあるので問題ないんですけど、例えば、ボーカルの方とかがね、この曲やりたいんです、このキーでやりたいんですとか、まあ、オリジナルはあんま持ってくる人いないかもわかんないですけど、この曲やりたいんですとか、まあ、もしくはスタンダードですけど、本とかに載ってないものでこれやりたいんですとか、もしくはこのアレンジでやりたいんですっていう場合だったりすると、インシー、C譜でしか持ってきてない場合っていうのもよくあります。なので、やっぱりね、今後ね、ジャズのセッション、アドリブの練習されてる方もね、たくさん見られてると思いますので、そういう人でも、やっぱり C 譜にも慣れていってもらいたいな、という思いもあります。なのでね、ちょっと転調したりとか大変なとこあると思いますけど、今日の譜面は、特にね、リズムをシンプルにして、キーも簡単、そして使える音程も少ないというふうな感じで、非常にリーディングのものとしては、簡単なものを取り上げてますので、
もしよかったらね、一緒に合わせてやってもらえるといいかなというふうに思ってます。そしてですね、この問題、前平音記号で作ったものを等音記号にリニューアルしてるだけなんですけど、新たに、販売してますので、下の、何でしたっけ、ノートという販売サイトの URL 貼っときますので、そこで譜面変えますので、今日はね、一つだけ出しますけども、他にもね、今日6番なんですけど、1,2,3,4,5 とありますので、もしね、今日やって興味が良かったなと思った人は、ぜひね、購入していただけると嬉しいなと思います。そして、合わせて、それに合わせて今日も音源、ピアノ音源でやるんですけども、ピアノ音源とかもね、もしね、下に一緒に売ってますので、もしね、一緒に並行してやれる人、特に管楽器の人だと音程の問題だったりとかあると思いますので、まあそういうのでね、音源もね、一緒に練習として活用していただけると嬉しいなと思ってます。両方と販売してます。よろしくお願いいたします。そして、もちろんね、管楽器以外の人とかもね、ギターの人とか特にね、コードとかは得意だったりするけど、やっぱりギターの人とかでもタブ譜使ってて、トーン記号とかあんまり読めないんだよっていう人も、多い人も結構いると思うんですよね。なのでね、ギターの人とかもトーン記号強くなっててもらいたいかなと思います。で、多分ピアノの人がね、一番独譜は強いんじゃないかなと思いますので、ピアノの人は一番簡単なんじゃないかなと思います。で、もちろんね、いろいろちょこちょこ勉強始めたばっかの方だと簡単なのでね、非常にとっつきやすいものになってるかと思います。で、まずね、今日、この問題ね、どういうところ、リーディングシートっていうのはどういうところに注意してもらいたいかなっていう話を少し補足でこの後話した後、具体的に一つのテンポを取り上げて、下で販売している音源とともに、僕はエレキベースで弾いていこうかなと思います。そんな感じで今日はよろしくお願いいたします。ちなみにね、今日初めてもし見られている方、チャンネル登録またお勧めでない方いらっしゃいましたら、このような形でね、いろんな切り口で簡単なとこだったりとか深い話、いろんな切り口で、音楽をね、より上手くなってこう、楽しんでこうという感じで動画たくさん上げてますので、もし、よかったなと思っていただけた方ね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも良かったなとか、面白かったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では、行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、こっからは、楽器を持ってやっていこうかと思うんですけど、今日はね、ベースの方以外もということで話をしていきますので、僕、ベース奏者なのでね、エレキベース今日持ってますけども、ご自身のね、楽器を持って、見ていただけると嬉しいなと思います。まずね、ちょっと譜面、今日やる譜面の一部を出しつつ、まあ、解説をいろいろ注意点とかっていうね、ポイントなんかを少し話してからいきたいなと思います。まず譜面の一部を出したいなと思います。ほい。出てきました。ちょっとね、全部だと入りきらないかもわかんないので、一部うまいこと出してると思います。で、見ていただくと、まあ、今さっきね、話したように今回は等音記号だというふうなことになっています。で、まずね、僕ベーシストなので、ベーシストの方に向けてね、話を、この手の練習をするときの話をしたいなと思うんですけど、例えばね、平音記号で出してたときっていうのは、具体的に、その、例えば、真ん中のね、線の、D の音っていうのは、開放弦の D だったり、まあ、ここの、D の音になりますよって言って、その音域の高さが、もう平音記号の中で指定されてたと思うんですよね。なので具体的に E よりも低い音っていうのは、まあ、現実上は弾けなかったわけです。なんですけども、等音記号の場合というのは、まあ、その平音記号の上の方なので、具体的に見ていくと、例えば出ている一番最初の音ってこれ、E の音になるんですけども、E の音ってじゃあ高い音なのでここの E なのかとか、もっと言うならこれないですけど、この上の E なのかとかって言い出しちゃうと、まあ弾けなくなっちゃうわけですね、音程的に。なので、何が言いたいかというと、その、例えば一番最初の出てる E、G、F、E というふうに弾きますけど、この E というのが、どこでもいいわけですよ。E であれば。で、ただ、今回ですと、まあ、ずっと、2小節目とかですね、D とか C とかの音も出てますので、そうすると、もちろん E より下の D とか C とかっていうのは、まあ、5弦ベースでない限りは出ないので、なので、まあ、今回だと、ここら辺の E がいいのかなとか、いうのが分かってくると思います。E とか G とか、もしくは E とか。というように、そのメロディーの時もそうだったんですけど、どこのオクターブ域を選択するかというのは、まあその譜面上のものを見て選ばなきゃいけないわけですよね。なので今回ですと、まあ全体的な音域的に、まあ一番高いところが E で、まあ今全部見てるんですけども、で、低いところがまあ C なので、まあここの C あたりから、ここら辺まで使うのが一番いいのかなと。
で、このベース、ここの上の E の音がジャズベースなんてないんですけども、24フレットのベースだったりすると、もう1オクターブ高いここの C だったり、ここの C からスタートして弾いていくこともできるんじゃないかなと。なので、全部のオクターブ域を弾いていけれるようにするといいかなと思います。まあもちろんね、最初は使いやすいところで弾いてってもらえるといいかなと思っています。あれから、管楽器の人も同じですね。時々、まあ、この音域弾けないんですけど、と言われる方もいるんですけど、まあ、多分、僕、管楽器ね、すごく明るいわけじゃないので、あれなんですけども、ベースと同じようにね、この形はここの位置だ、とかっていうのがあったりすると思うんですけど、まあ、今回はね、あまりその辺は考えずに、まあ、実際メロディーを弾くときとかっていうのも、出にくいなと思うところはオクターブ上げたり下げたり自由にしますので、あまりね、ここの音はこの音っていう風に考えるんじゃなくて、E はどこのオクターブの E でもいけるよみたいな、全体的にどうなのかなっていうような感じで考えられるといいかなと思います。で、今さっき言ったように管楽器の人は B フラット管の方も E フラット管の方も、もしよければね、今回すごく簡単な問題ですので、一応ね、今回ちょろっと話すると、四分音符以上は出ないような感じでやってます。そしてキーが C になってます。そして、臨時記号もないような感じで弾いてます、作ってますので、簡単だと思いますので、一応してね、in C の状態で、リアル実音の感じのもので、読む練習をしていただけると嬉しいなというふうに思ってます。で、ギターの方はね、もっとオクターブ域高いと思いますので、今さっきと同じように、ベースと同じように、まあ、どこの音域でも、まあ、二つぐらいはやれると美味しいんじゃないかなというふうに思ってます。特にね、ギターの方ね、トーン記号弱いっていう方も結構多いと思いますので、まあ、この辺とかやっていただけるといいんじゃないかなと思います。ちなみに、トーン記号とか分かってた方の方が、トーン記号とかね、譜面とか音のものが明るくなれば、音楽理論とかっていうのも分かりやすくなりますので、ぜひね、ギターの方もタブ譜とか使わずこういうのもやれるようになっていくと、特にね、ジャズのアドリブやってこうっていう人はね、やっぱタブ譜とかではどうしてもニッチもサッチもいかないと思いますので、まあ、この辺やっていただけるといいかなというふうに思ってます。で、早速ね、音源とともに一回仕切った後にやっていこうかなと思います。で、今日はテンポ比較的ゆっくりめなもので一個だけやって、それで終わりにしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ベース、ベース、ベース。でしたでしょうかね。そんなにね、難しいものではないと思いますので、簡単にできたと思います。このような問題がね、全部で6個あります。音源も別売りですけどもありますので、もしよかったらね、うまいことご活用願えると嬉しいかなと思ってます。そしてね、もちろんこのチャンネルね、ベースだったりとか、ジャズの話をしているので、皆さんね、アドリブとかに興味が多い人とか、多いと思うんですよ。コード譜でどうやって弾いていくかとか、いうの人も多いと思うんですけども、やっぱりね、今さっき言ったように、各々の楽器の音がどういう風になっているのかとか、こういう風なトーン記号だったり、変音記号だったりとか、音符とリンクして読んでくれるというのは、最終的に理論だったりとか、楽器を操るという一番ベーシックなものになってきますので、もちろんね、自由にコード譜で弾いたりとか、アドリブを弾いていくためのサポートにもなりますので、まあ、ぜひね、こういう練習もちょこちょこ、サポートとして入れてあげるといいかなと思います。なんかアドリブ練習してね、ああ、行き詰まってきたな、疲れたな、難しい練習疲れたなと思った時に、ちょっとね、お休みタイムでこんな簡単な練習をしてあげると面白いんじゃないかなと思います。またね、このリーディングの問題っていうのはぼちぼちね、やっていこうかなと思ってますので、もしよかったら今回トーン記号の新しいバージョンが下で販売してますので、よかったらご購入をよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれで終わりにしようかと思います。もしね、今日初めて見られている方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
そして今日も少しでも面白かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では、本日はこれで終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。